さん、こんにちは、こんばんは、にゃんこでーす。今日はですね、ルシェラちゃんのクレイジー開けていきますなんですけど、ちょっと一箱宅配ボックスに入らなくて仕事の中で受け取れなかったので、ちょっと届くのを待ちながら、この届いてるやつを今開けていこうかなと思ってます。イエーイ。ということで、まずユニバの分とね、ビバスのなんだあれかな、先着ラキドロの箱かな、が届いてて、ビバス の抽選ラキドロの時の購入した分、一般版とかが届いてない状況です。で、あと、HMV さんとタワレコさん買ってきましたので、こちらありますので後で紹介します。ではまずユニバとビバスの分出します。今回もイージーと同様に、セルフィーのトレカだけメインで集めようと思ってやってるんですけど、まあ、それの関係で、一般版は本国で特典付きを買うことも結構多くて、 CD の枚数が多くなったので、今回日本では結構このコンパクト版をたくさん買ってます。なので、すでにこのサクちゃんのビジュがマジで良くてやばい。ホームチームしも可愛いでしょ。この一般版はいっぱい買ってます。で、今回コンパクトも各メンバー3種類ずつあるので、ちょっと結構品物大変な感じになりそうだったので、たくさん買ってます。で、まずこれが一般版の3形態特定で購入、ユニバ特典かな、クリアファイルです。稲妻走ってるやつ、かわいい、かわいいっす。で、これ一般版です。こんな感じでね、あの2つの絵が変わるやつで、 CD はおいおい、ちょっともう1個のリバスが届いてから開けようと思ってるので、とりあえず特典を集めて、コンパクトを仕分けする。はい、ということで、コンパクト版は今のところチェヨンさんが6枚で、あとのメンバーは5枚ずつあります。で、今一般版は3形態は1種ずつ、これにビバスが届くし、ビバスコンパクトもあるから、コンパクトは1枚ずつ増えるねよし、じゃあちょっと特典トレカ見始めます。ビバス来る前にちょっともう分かんなくなってるよ。多分これがユニーバのコンパクトバージョンですね。このビジネス可愛いのよ。で、これがユニーバの一般版のトレカです。で、多分これが新着ラキドロだと思います。いっちゃうよ、早速。ショートでもあげたんだけどさ、マジで可愛い、マジで可愛い、この桜ほんと可愛い。そして最後、チェヨンちゃん可愛い、このお風呂スタイル可愛すぎる。ということで、無事にユニバの新着ラキドロ来てくれました。可愛い。で、じゃあこの特典も見ていきますね。ユニバの一般版の特典、いやビニールが綺麗に開かないじゃないか。これもね、3枚セット買ったら5人メンバーセットついてきます。チェヨンちゃん、サクちゃん可愛い、ユンジン、カズハ、もうね、カズハの金髪マジで新鮮すぎる。ウィッグだと思うけどマジで可愛い。うんち。こちらのビジュがユニバの一般版の特典ですね。マジ桜可愛い。ヒンジもアップ目だし、これ可愛いね。そしてユニバのコンパクトバージョン、こちらはね、タドリーのビジュになるんですけど、ボリューム3のビジュで、こうパンのやつがめっちゃ可愛いんですよね。このチェヨンさんほんと好き。あとクロワッサンのカズハが好き。可愛いです、チェヨンさん。サクちゃん、カズハ、ほらね、ここがねクロワッサンなの、可愛いでしょ。ちょっと見てねー。のビジュタドリでも本当に可愛いから。で、あとこれがビバスのコンパクトバージョンで、ビバスの一般版はまだ来てないんで、来たら後でやってますけど、コンパクトはこの稲妻ギラギラのやつですね、コンセプトです。そしてホロが入ってるからギラギラしてる、めっちゃ。チェヨンさん悪い顔してんな。雷ビリビリのビジュ、サクちゃんめっちゃアップだね。ユンジン超楽しいんですよ、エンジョイぜ。カズハ、カズハもめっちゃドアップ目だね。で、うんちゃん、うんちゃんもめっちゃ笑ってる、楽しそう。ということで、この雷を操りし、ルシェラちゃん、これがウィバスのコンパクトバージョンでーす。はい、で、ここから店舗で今日行ってきたやつなんですけど、まず HMV さん、コンパクト版5枚買いました。5枚買って、まずステッカ
ーですね。こちらになってます。これパンのビジュがさっきのユニバのコンパクトバージョンと同じビジュ。クロワッサンのカズハね。で、アニケ目がめっちゃいっぱいある。怖で、キヨンさんかわいい。キヨンジーン、不思議な構図だね。あれか、影だけ尻尾生えとるみたいな感じ。そしてサクちゃん、これね、サクちゃんがいっぱいいるし、クロミちゃんもいる、かわいい。ということで HMV ステッカー無事コンプでした。はい、で5枚買ったんですけど、でラキドロ、ラキドロなんと5分の4当選しました。やったー、嬉しすぎる。5分の4当選です。キラキラキラ。でこちら見ていきたいと思います。めっちゃドキドキする。なんか HMV は店員さんが4つ取ってきてくれるので、多分メンバー被ってないんじゃないかなと思ってます。1枚目、せーのって思ったら裏だった。いきます、せーの。おー、さくちゃんだ。1枚目さくらが来てくれました。次、じゃじゃん。2枚目いきます、せーの。あ、キヨさん無事来てくれた、ありがとう。かわいい、かわいいよ。これね、 TikTok で上がってたビジュだよね。めっちゃかわいい。てか本当にこのボブ本当にかわいい。絶対今度この色にするって決めてる。3枚目、せーの。はい、あ、ちちゃんも来てくれた。嬉しい嬉しい嬉しい。満足すぎるだろこれ。ラスト、ユンジン来ないパターンかな。せーの、はい、カズハだ。めっちゃ綺麗このカズハ、可愛すぎる、可愛い。ということで HMV のラキドローはユンジンちゃんだけちょっと来なかったんですけど、無事に4種類手に入れることができました。可愛いです。はい、次タワレコいきます。タワレコは6枚買いました、コンパクト版なんで。こちらステッカーが6枚あります。出してく、出してこうと思ったら向きがめっちゃ間違ってた。でタワレコに関してはまあいつものごとくこう適当に撮らされるので、ちょっとコンプしてるか怪しいんだよな本当に。まだなんかみんなあんま触ってなさそうなところから連続で撮ったんだけど、いつも通り。ちょっとこればっかりは分かんないよね。特に今回あんま買えなかったし、ちょっとアイブもあったからさ。特に海外特典が欲しくて、ちょっと日本じゃあんまり買えなくて。はい、ということでタワレコさんのステッカー見てきます。1枚目、せーの。これね、ビバスのあのコンパクト版と同じビジュですね。ユンジンちゃん、2枚目、せーの。カズハー、かわいい。このうつむきだけどめっちゃ美しい。次、せーの、ほい。あ、うんってだ。え、今んとこ順番じゃない？順調順調順調。せーの、ほい。あ、ユンジンちゃん来てくれた。ほんとこのね、このドアップチェーンもめっちゃかわいいんだよね。目見開いてて、え、嬉しい。くらくれば、やった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 。コンプコンプコンプ、タワレコありがとう。はい、ユンジンってことで、え、無事に順番に来てくれましたね。ステッカーめっちゃ順調だった。ラキドロはなんと、CD6 枚買いまして、ラキドロ5枚当選しました。もうめっちゃね、本人が一番びっくりしてるんだけど、めっちゃ運いい時間に行けて6分の5当選しましたので、これコンプの可能性あります。あるんですけど、こう当選して1枚当選って出たら1枚引いて、で次また当選ってしたら1枚引いてってやるから、あのニャンコお得意の連続で取る方ができなかったので、今回バラバラに抜いてます。ということは、つまり全部同じ可能性もあるということで、めっちゃ緊張する。1枚目いきます、せーの。うんちちゃん、1枚目うんち来てくれた。かわいい、かわいいです。もうほんとね、なるべくかぶりなく、かぶりなく来てほしい。2枚目、気楽ですよ。はぁ、ほんとよかった。めっちゃ緊張してたけど、ほんとよかった。もちろん来てくれたら安泰だわ。次、せーの。奇跡のチェオンちゃん2枚目。かわいいですけど、嬉しすぎ。ということで、コンプの道はなくなったわけですが、今チェオンさんが来る分には嬉しい。次、せーの。はい、カズハ、かわいい。バチバチのメイクのカズハちゃんです。かわいい。ということで、ここで3種類。さくらかユンジンが出てくれたら嬉しいかな。チェオンさんでもか。欲張りすぎる。せーの。あ、さくちゃん、さくちゃん、さくちゃん。ということで、あれですね、あの、私どっちもユンジンが来なかった、さくちゃん。ということで、タワレコはこちらの5枚のラキドロゲットできました。まさかの HMV もタワレコもユンジンゲットならずで、びっくり。イエーイ。はい、ビバスのハイランカってやつ届いたんで出てきます。で、これがあれなんですよ、抽選のラキドロが入ってるので、
こっちスタンダードバージョンのサンセット買った時についてくる、ユニバのクリアファイル的なやつかな。これが、こんな感じ。このビジマジでかわいい。本当にかわいい。キラキラしてますね。こんな感じでちょっとクリアな、なんか下敷きっぽい感じの、なんか半分のサイズって感じかな。かわいすぎる、これ本当に。最高。で、これかな、これが、これがあれだ、抽選の泣きドロ。最後に見るね。めっちゃ緊張やねんけど。で、これが、コンパクトは見たやん。見たからこれよね。で、これがスタンダードバージョンのセットトレカですね。前回同様、今回もキラキラしてるけど、なんかちょっとホログラムの種類が前回と違うかも。星と、キラキラが入ってますね。ジェオンちゃん。サクちゃん。やばい、このサクめっちゃ可愛いんだけど。サクちゃん。すごい稲妻入ってる、なんかハリーポッターみたいじゃないカズハうんちぇ、星になっとる、かわいすぎる、キラキラでという感じに打っております。はい、で、これドキドキの瞬間よ、誰来てくれるんやろ、マジで。これね、1枚しか当たってないから、マジでチェオンちゃん欲しい。いきます、せーの、うわー、サクちゃん来てくれました、ありがとう。ということで、抽選のラキドロはサクラが来てくれました、かわいい。はい、じゃあね、CD の方開けていこうと思ってるんですけど、コンパクト版は実は結構エグい量あって、っていうのも、ちょっと本国の方の特典が欲しくて、こっちのバージョンは結構韓国で買ったので、日本ではこっち、シリアルは共通なので、コンパクトを中心に買ってます。で、ちょっとね、全部開けるか悩んでるんだけど、とりあえず、コンパクト版は、トレックが3種類あるので、その3種類ができた、出てきた時点で、一旦今日は開けるのをやめようかなって思ってます。ただ出なかったら全部開ける。えぐすぎ。ほら、ってことで、コンパクト版はちょっと量多いんで後にして、先に、スタンダードバージョンを開けていきまーす。イェーイ。で、スタンダードバージョンが、これが、黒いのがボリューム1。で、ニビがボリューム2。グレーが3。で、それぞれ2冊ずつあるので、まず開けていきます。で、今回これが、透明のこの、ケースに入ってるんですよね。これが、感じで。そっちが文字だけ。で、こっちにロゴが入ってます。全部ビニール向いたので中身見てきます。で、このクリアのケース外すとこんな感じになってて、今回ね、これをパカッと開けると、このね、本がそのままブックレットがついてます。これは稲妻ビリビリのやつですね。こんな感じで稲妻ビリビリのやつです。で、逆側のこっちにポケットがついてて、ここにトレカとか入ってます。
チェモンさんだけいないじゃん。そんなことあります。ここまでかぶる、こんなにかぶらないのにさ、チェモンさんだけいないじゃん。で、最後バージョン3です。はい、でバージョン3はコンセプトがこちら、パンのやつですね。パンです、パン。これ一番可愛いよね、今回。2は私かなり好きだけど、やっぱなんかちょっと3はぶっ飛んでて好き。あのチョンさん、本当に可愛い、可愛いんだって、可愛いんだって。頼みますよ、チョン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 。パカッ、やーだん。髪の毛のピンがまたこれも違いますね。チョン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 と唱えながら、ポストカード、これ、あ、さっきのやつポストカードちょっと見せるの忘れちゃったに、ごめん。このポストカードめっちゃ可愛いな。で、トレカさんはピンクだ。さくら来てくれました。このコンセプトマジで可愛いわ。ポスター見よう。ポスターはこれどっち向きだ、縦長ですね。縦長でこんな感じですよ。パンのやつです、パンのやつ。メンバーの写真自体は小さめかも。にしてもさ、こんなにさ、チューン出んことある？悲しいんやけど、私は。スタンダードバージョンなスイッチです。ヒヒーン、チオンこのまま出ないのか。パカッパカッパカッ。チオンちゃん、
3つで終わりたいんだけど。
可愛い、すっ転んでんだけど。え、猫だしこれ可愛い。え、これしかもカメラも桜が映ってるよ。写真見えるかな。ちょっと見えにくいんだけど、ここ微妙に桜が画面に映ってる。可愛いね。しかもこのロゴもおしゃれ。可愛い。宣伝されとる。そしてさくちゃんの記念すべき1枚目の撮れた。せーの、ほい。あ、横向けです。可愛い。この髪型できんのすげえな。ほい、じゃあさくらの2枚目。イケメンなんだけど、あーかっちょいい、かっこよすぎるでしょ、やばい、かっこいいでしかない、やばー、かっこいいすぎる。そしてトレカちゃん1枚目は、せーの、ほい、あ、シルカです、かわいい。このチェオンちゃんはね、ちょっとね、めっちゃ欲しい、何枚でも欲しい、何枚でも欲しいって言いつつそんな被られたら困るんだけど、はい、じゃあチェオンちゃん版も3種類コンプ目指していきます。正直シルカはかわいいからかぶってもいいけど、全部するかはやめて。はい、2枚目です。せーの、はい、あ、セルカちゃんです。可愛いから許す。3枚目、いきます。せーの、はい、あ、チェキだー。チェオンさんは最後残すは横向きになりましたね。次、4枚目、どれかどこだろう。出なかったとか、ぜひコメントでお話ししましょう。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。